大建製リモデル階段は、古い階段の上に直張りすることで階段を新しくすることができるリフォーム専用の階段部材です。ここではリモデル階段の施工方法についてご紹介します。施工の前にリモデル階段を施工する既存階段の状態を確認します。葉ばき、カーペットなどを取り除き、下地の接着剤をきれいに取り除きます。既存階段の表面をサンドペーパーなどで削り、ワックスなどの油分や塗膜を取り除き、凹凸を抑えて平滑にしてください。3ミリ厚さの側桁化粧材、周り側板化粧材を取り付けても階段の有効幅が建築基準法で定められた750ミリ以上あることを確認してください。段花部材、スペーサー材の端材を使って、段花部材が既存階段の側桁や周り側板から飛び出さないか確認してください。特に3段周りの2段目の段花部分が既存階段の周り側板から飛び出す場合が多いため、必ずご確認ください。段花部分が既存階段の側桁や周り側板から飛び出す場合には、現場調達した下地材を側桁に取り付けてください。側桁化粧材、周り側板化粧材を既存階段の側桁や周り側板の勾配、踏み面寸法、蹴上げ寸法に合わせて下書きして切断します。側桁化粧材は3段程度の長さで切断すると取り付けがしやすくなります。側桁化粧材、周り側板化粧材の裏面と既存階段の側板表面にゴム系速乾接着剤を塗布し、側桁化粧材、周り側板化粧材を隠し釘で取り付けます。既存階段の踏み面、段花との隙間は上張りする踏み面化粧材、ケコミ板化粧材で隠れる程度に抑えてください。側桁化粧材、周り側板化粧材のはみ出した部分は接着剤の硬化後にカンナなどで削り落とします。銅根の小口シートの長さを切断し、小口シートの裏面と既存階段の側桁の小口面の両方にゴム系接着剤を塗布し取り付けます。小口シートがはみ出した部分は接着剤の硬化後にカッターなどで削り落とします。ケコミ板の長さを側桁の内々寸法に合わせて切断します。既存階段のケコミ板に合わせてケコミ板の幅を切断します。既存階段のケコミ板の表面をサンドペーパーなどで削り、ワックスなどの油分や塗膜、樹脂シートなどを取り除き平滑にしてください。寸法を合わせて切断したケコミ化粧材の裏面に施工用接着剤、階段ボンドウレタン LV アルミパック 2K3 を塗布し、既存階段のケコミ板の上に貼り付けます。貼り付けたケコミ化粧板をタッカーで約10箇所固定します。周り階段部のケコミ板化粧材はきれいに収まるように小口部分を角度に合わせてカンナなどで削る必要があります。踏み面化粧材の長さを側桁の内々寸法に合わせて切断します。切断する際にはバリやささくれを防止するため、踏み面化粧材の化粧面にマスキングテープなどを貼ってから切断することをお勧めします。接着する前に仮置きし、隙間がないことを確認します。
既存階段の表面をサンドペーパーなどで削り、ワックスなどの油分や塗膜、樹脂シートなどを取り除き、平滑にしてください。また、表面のゴミを取り除いた後に接着します。踏みづら化粧剤の裏面に、施工用接着剤、階段ボンドウレタン LV アルミパック 2K3 を塗布し、既存階段の踏み板の上に貼り付けます。貼り付けた踏みづら化粧板をタッカーで約12箇所固定します。周り踏み板化粧剤、踊り場化粧剤の同梱してある採寸紙を既存階段に合わせて切断します。切断した採寸紙をさらに段花部材と標準隙間分の 22.5mm 切断します。周り踏み板化粧剤、踊り場化粧剤の表面に採寸紙を重ねて墨付けを行い切断します。切断する際にはバリやささくれを防止するため、周り踏み板化粧剤、踊り場化粧剤の化粧面にマスキングテープなどを貼ってから切断することをおすすめします。周り階段部のケコミ板化粧剤は接着する前に仮置きし、隙間がないことを確認します。既存階段の表面をサンドペーパーなどで削り、ワックスなどの油分や塗膜、樹脂シートなどを取り除き、平滑にしてください。また表面のゴミを取り除いた後に接着します。周り踏み板化粧剤、踊り場化粧剤の裏面に施工用接着剤、階段ボンドウレタン LV アルミパック 2K3 を塗布し、既存階段の踏み板の上に貼り付けます。貼り付けた周り踏み板化粧剤、踊り場化粧剤をタッカーで約10箇所固定します。接着剤が完全に硬化するまでは階段の上り下りはしないでください。接着剤の硬化には火器で約1日、陶器で約2日かかります。見返し部調整剤の幅、長さを既存階段の段花見返し部に合わせて切断します。見返し部調整剤の厚み、収まりについては図を参照してください。見返し部調整剤の裏面に施工用接着剤、階段ボンドウレタン LV アルミパック 2K3 を塗布し、貼り付けた後タッカーで約5箇所、200ミリ以内の間隔で固定します。段花材、スペーサー材の長さを側桁の内々寸法に合わせて切断します。切断する際にはバリやささくれを防止するため、段花材の化粧面にマスキングテープなどを貼ってから切断することをおすすめします。段花材、スペーサー材の裏面に施工用接着剤、階段ボンドウレタン LV アルミパック 2K3 を塗布し、既存階段の段花部に貼り付けます。前面のタッカー跡は補修用パテなどで補修してください。ノンスリップ材の長さを段花部材の長さに合わせて切断します。段花部材の溝部分を空拭きし、ゴミなどを取り除きます。ノンスリップ材裏面の両面テープの剥離紙を剥がし、段花部材の溝部分に貼り付け、よく押さえてください。最後に端部の収まりを施工して仕上げます。
納め部材なしで仕上げる場合は、側下駄納めで、側下駄と踏み板、蹴込み板の間に隙間ができないように納め、わずかな隙間は補修用コーキング剤などで充填します。側下駄見切りテープは裏面の両面テープの剥離紙を剥がして貼り付けてください。はばき納めで仕上げる場合は、側下駄を使わず、壁と踏み板、蹴込み板の間の隙間をはばきで隠します。段バナ部を切り替えて施工し、周り部は角度に沿った加工が必要になります。周り部の内回り部分は特に隙間が発生しやすいので、側下駄見切りテープをご使用ください。施工完了後は接着剤の硬化を待って、小さな傷などを別売りの補修用パテなどで補修してください。必ず釘頭が飛び出ていないかを確認してください。踏み板化粧剤および段バナ部材がしっかりと取り付けられているか確認してください。